インパクトタフロボティクスチャレンジでは、ロボットが災害現場の極限環境で性能を発揮できるよう、技術をタフに鍛え上げることを目的としています。厳しい環境条件でもアクセスできる能力、条件が悪くても見える、聞こえる、感じることができる能力、失敗してもやり直すことができる能力、そして災害環境に適合して作業できる能力、これらの実現を目指しています。タフな技術を作るために、災害現場を模擬した環境でロボットをフィールド評価試験しながら開発を進めています。熊本地震を模擬した瓦礫家屋や、災害予防が重要なプラントやインフラのモックアップを作り、厳しい条件での試験を繰り返しています。最終的に技術的非連続イノベーションを起こすことはもとより、防災ソリューションを与える社会的非連続イノベーション、新しい事業創出に寄与する産業的非連続イノベーションの実現を目指しています。救助犬に IT 機能を備えたサイバースーツを装着させ、サイバー救助犬とすることで、瓦礫に取り残された要救助者を捜索する能力を飛躍的に高めることを目指しています。救助犬の行動はサイバースーツの GPS や IMU によって地図上にモニタリングされています。遺留品は被災者捜索の重要な手がかりですが、犬が自分で遺留品を発見することは困難です。サイバースーツから送られてくるビデオ映像は画質が十分でないこともあって、遺留品を発見するには長い時間がかかってしまいます。画像認識が青い靴を自動的に発見したようです。コンピューターのディスプレイ上ではオレンジ色にマーキングされています。このように人工知能の一種である機械学習の方法により、サイバー救助犬から送られてくる数多くの映像の中からあらかじめ登録しておいた遺留品を自動的に見つけることができるのです。犬が被災者の匂いを検知したので、ヒューム管の中を調べます。ヒューム管の中にいる被災者を発見しました。画像認識によって被災者のオレンジ色のヘルメットが自動的に認識されていることがわかります。このようにして救助犬の捜索能力が飛躍的に高まりました。削除ロボット細系の能動スコープカメラは、倒壊した家屋の瓦礫内で要救助者を捜索するためのロボットです。狭い瓦礫の中に潜り込んでいって、いち早く被災者を発見し状況を調べることを目的としています。10メートルの柔軟ケーブルには繊毛振動駆動アクチュエーターが取り付けられ、分布駆動によって狭い隙間を縫って瓦礫の奥深くに侵入することができます。瓦礫の中でロボットを遠隔操縦するためには、瓦礫の中で周囲の状況を感じながら、見ながら、聞きながら捜索を進めることができる触覚、視覚、聴覚の機能が必要です。先端に搭載した複数の振動センサーによって、能動スコープカメラが衝突した方向を推定し、カメラ映像の枠に赤い色で表示し、バイブレーションとともに操縦者にフィードバックしています。画像認識によって瓦礫の中に残されたピンク色の帽子をロボットが自動的に発見しました。能動スコープカメラは引き続き瓦礫内奥深くに入っていきますが、ロボットに取り付けられた複数のスピーカーとマイクを使い、音の伝達時間を測定することによって、ロボットの形や姿勢を推定することができるため、瓦礫のどこに入っていったかを知ることができます。
複数のマイクの音を処理することによって騒音に書き消された声を明瞭化することもできます。ここにいます。助けてください。このようにして倒壊家屋内に閉じ込められた被災者を発見し状況を調査することができました。飛行ロボットでは狭い場所や強風、降雨など悪環境下でも安定して飛行できる技術を開発しています。前回のフィールド評価会ではミニサーベイヤーが強風下や構造物の内外を飛行できることをデモンストレーションしました。今回は水槽に張られた水の上から離水しロボットの自立飛行機能によって雨の中を自動的に飛行します。飛行高度は気圧計によって測定されていますが密閉された防水構造でも気圧が精度よく測れる工夫がなされています。直径2メートルの水槽の上空に精度よく自動で位置決めし着水することができました。海や河川での離着水は海難救助などで重要です。ミニサーベイヤーに搭載した複数のマイクを使って地上で助けを求める声を聞き取り被災者の発見に役立てることができます。画面の右側の円をご覧ください。ここには笛を吹いた人の方向が自動認識され表示されています。プロペラの音が大きいにもかかわらず音の方向の認識に成功していることがわかります。このように厳しい天候条件下でも被災者を捜索したり災害の状況を調べることができる技術を開発しています。建設ロボットでは条件が厳しい災害現場での緊急対応や復旧工事を行える次世代の建設機械を目指して研究を行っています。ロボットが複雑な作業を行ったり移動したりするためには対象物や周囲の様子を視点を変えながら確認することが必要です。このロボットには有線給電で長時間飛行できるドローンが搭載され上空からの映像がコックピットのディスプレイに映されています。また風が強くてドローンが飛べない場合などのためにロボットに搭載した複数のカメラからの映像を合成し仮想的な映像を作り出すこともできます。見る視点は自由に変えることができます。操縦桿にはロボットのアームに働く反力がフィードバックされており力を感じながら操縦することができます。物体への接触は振動を使ったセンサーによって計測され操縦者には衝突の様子が強調されて伝えられます。精度よく力作業を行うためにロボットを動かす油圧システムの応答速度や精度を現在の建設機械と比べて一桁高めることができたためこのような精密な作業が容易になりました。災害時には煙や霧があっても仕事をしなければなりません。このロボットには遠赤外線カメラが搭載されており煙の中でも対象物を見ながら作業を続けることができます。このように操縦者が現場状況を十分に確認し災害状況であっても容易に遠隔操作できる次世代技術を目指しています。客ロボットは人間が行うには危険なプラント事故点検などの作業を行うことを目的としています。ワレック1はフレームレスモーターの採用によって高出力化と配線のボディ内への収納を実現した新しい四脚ロボットです。通常の歩行やはしご昇降のほかにボディを地面につけながら腹ばい移動することによって複雑な瓦礫上での移動を実現しました。ロボットの遠隔操作では
ロボットの周囲状況を確認しながら操縦することが必要であり、そのためにはロボットが動いているところを上から見た俯瞰映像が有効です。しかしロボットに搭載したカメラでは俯瞰映像を得ることができません。そこでロボットが撮影した過去の映像を使い、その上にロボットの動きを CG で重ねて表示することによって仮想的に俯瞰映像を作る技術を開発しました。福島第一原発の事故など爆発や倒壊によって生じた瓦礫を移動することは困難を極めますが、これらの研究開発が大きなブレイクスルーをもたらすと考えています。削除ロボットフト系はプラントやインフラの配管など狭く入り組んだ場所を移動し調査点検を行うことを目的としています。配管に巻きついてフランジなどの出っ張りを乗り越えながら螺旋捻転運動と呼ばれる動作で移動して視認検査を行うことができます。ロボットの表面全周には圧力センサーがあり、配管への締め付け力を調整し垂直の配管でも滑り落ちないように制御されています。配管の内側に入る場合は突っ張り圧力を調整することで移動することができます。配管入り口とロボットにスピーカーとマイクを設置し音の伝達時間を測ることで配管内のロボットの位置を推定することができます。複雑な形状の不整地でも体をくねらせて障害物を乗り越えながら移動することが可能です。このように削除ロボットフト系はプラント内の困難な場所を移動し点検作業を行えることを目指しています。以上のようにインパクトタフロボティクスチャレンジでは災害への緊急対応や災害復旧、災害の予防点検をより効果的に、より安全に、より迅速に行えることを目指してタフなロボット技術を研究開発しています。安全で安心して暮らせる人類の未来のために、インパクト。